はい、どうも板です。今回はですね、穴をまた開けちゃいます。どこを開けるかっていうと、ここですね、ナンバーの横にあるここなんか、このね、なんでここだけへこんでんのかよくわかんなくないですか。へこんでるんだったら穴開いてた方が良くないみたいなね。そう、穴開けるの大好きなんで、ちょっとここもね、今回はぶった切ります。一応ね、まあこちらをね開けるんですけど、まあこのね飛び石は気にしないで、ここ純正のバンパービームの方はあんまり意味ないと思うんですけど、まあここ開ける理由としては、まあラジエーターとかに、まあこっから、まあロアの方から、あとグリルの方からも入るんですけど、もうちょっと空気量欲しいということで、こちらも穴を開けて入れるんですけど、純正の方はバンパービームがもうこんだけ厚くて、ここにドサッとあるんですね。だその方はあんまりちょっと意味ないかもしれないんですけど、僕のはここにあの金色の棒がねもうあると思うんですけど、中にレールのフロントフレームトップバーに変わっていて、まあ、剛性が上がるのもそうなんですけど、5キロのマイナス軽量化と、あとはまあバー自体が細くなるので、まあ、その分やっぱ空気が通りやすいですよねっていう、ちょっとまあ僕の考えなんですけど、それでねちょっとねここをね開けていきたいかなと思っています。はい、やっていこう。よし、ほんじゃあね、早速グラインダーで、ちょっとねこいつしか今日は持ってないんで、やっていくぜ。よし、とりあえずですね、こんな感じで開きました。はい、うわっ、すげえ、このカメラのホルダーに、これ見て、これ、あーすごい、最悪。はい、という感じで、とりあえずこの横は今開けましたんで、縦はね、さすがあれ切れないんで、あの、他のとこやっちゃうんで、ちょっとドリルでいきまーす。はい。じゃあ縦はちょっとこいつでね。便利な工具持ってたらね、あの、苦労しないんですよ。持ってる、持ち合わせのある工具でやるのが俺流なんで。よっしゃ、よし、来た。あとこっちだね。よし、
あ、来ました、ダダダーン。で、あとちょっと汚いんで、ここら辺をもうちょっと綺麗に整えていきたいと思います。感じで豪快に穴が開いております、はい、ここにちょうどシュラウドがあって、ちょうどね、まあこっち、ここよりこっちはいらないんだけど、こっちだけ、このシュラウドよりこっちには空気入ってほしくないんだけど、こっちには入ってほしいんだけど、ここがねちょっとね、どうしようかなっていう感じです。まあとりあえずはいいですよ、これでっていう感じです。これでちょっと見えるかな、あそこにレールのフロントフレームトップバー、あれがあんだけ細いんですよ。だからいいんですけど、あれもっと純正のバンパービームだと下まで、多分こっちの方まで来てると思うんで、かなりの面積がと思います。前側もとりあえず開きました。もうちょっと整えていきます。はい、とりあえず開きました。じゃーん。とりあえず遠目からこう見た感じはこんな感じ。うん、まあ別に悪くないよね。なんかむしろちょっとかっこいいんじゃないみたいなね。俺だけか、頭おかしいのっていう感じで。でね、僕ね、ここのね、ロアダクト、ロアグリルのね、ところはちょっとピアノブラックで塗ってますんで、板金屋さんで。ちょっとやっぱね、剥がれてきてます、こういうところは。脆いです。で、ここは養生してたにもかかわらず突き刺さってしまった箇所です。で、まだちょっととりあえずの軽めに仕上げただけなんで、ここからヤスリで綺麗にやっていきたいんですけど、一応こんな感じ。いいんじゃない、これ結構いい感じじゃないって思うんだけど、どうですか。でね、俺ね、いつも思うのがね、これってカパって取れるんですけど、ここのね、アタッチメントをね、こういうダクトにしてほしいのよ、ここ。ダクトに。で、そこにホースをつけてブレーキに両方持ってくっていうね。ここの車外ダクトのブレーキ、車外ダクト、ホースを、どっか作ってください、メーカーさん。ここ
お願いします。それかワンオフで作るか。こっからだとねちょっとね曲がりがきつすぎてね、多分ね流量少ないんだよね、風の量が冷えない。はい、っていう感じでーす。カスがマジですごい。で飛ばそう。全部終わりました。でこんな感じです。全然なんか違和感ないよね。うん。で最後はちょっと紙やすり100番で磨きました。ちょっと雑ですけどね。はい、こんな感じでございます。中がねピントが合わない中に、まあこういう感じですよ。はい、という感じで今回は穴開けは以上です。はい。